えっ、ーえー、とですねえっ、ー、と今日はあのー、ちょっと「てんてんちゃん」の情報をこれから何本もあの上げていく予定なんですで、えー、非常に怖い「隠、う、語、ん、は使うけどバーンされるかもしれない」ってもう本当覚悟を決めてまた動画上げますんであのー、この後あと突然突然バーンされるんですよあの YouTube って。 引っかかった動画をね、いきなりね、強制的削除。で、ただ、あの、引っかかってない動画に関しては、一応残るんですけども、えー、次僕、この、チャンネルがバンされると、多分、3ヶ月だね。<laughs> この、橋本チャンネルの3は、3ヶ月90日だか100日ぐらいね、ペナルティ受けるんですよ。だから、えー、み、今日から3日後に、また、 YouTube がアップされなかったなと思った場合にはバンされたと思ってほしいのねそのために概要欄に常にえー、橋本はしもチャンネルの1 2 4のあのまあだあのとりあえず一番最新の URL 動画の URL 貼っとくので、えー、とにかく3日経って更新されないと思ったときにはバンされてるっていうふうに一応思っといてくださいでももうそれを覚悟の上で覚悟の上で あの今回ね、このてんてんちゃんシリーズ、どんどんちょっとこう、今もう、話せるものは話していっちゃおうというふうに思ってます。で、一応ね、えアップして、バーンされるまでに、一応ね、2時間ぐらいあるのよ、タイムラグが <laughs>。その間に、あのこうして、あの防衛策用の動画を上げとけば、多分これは残ると思うので、一応、 あのまあ、豆知識として、バーンされた時の豆知識として、皆さんにお伝えします。その時は、本当に、1、2、4、どっかで、あの、YouTube 発信します。多分ね、あの、一番、あの今、何もバーンされてないのが4なんで、多分今後は、読んであげると思うんだけどもね。<laughs> 一応ね、なんかあっちゃいけない。うん でも真実は僕で語りたい。とにかく少しでも多くの人にあの知ってもらいたい。この本当のことをね。うん。洗脳はね、本当にね、あの不幸のもと。そして無知。無知っていうのがこうやって私たちは奴隷にされてきた。ね。だから、そのスピリチュアルも大事。アセンションも大事。見たのを磨くのも大事だけど、真実を知る。洗脳から解ける。ね。うーん 無知は卒業これをやらないとカゴの中の鳥でいつまでも鳥カゴの中に私たちは閉じ込められちゃう。うん、象で言えばもう小さい時にあの足首にあの紐でくっつけられてこう動けなくさせられた象っているんだけどさ、ね、生まれてすぐあのあちこち行っちゃいけないように。そうすると、ねえー、大人になっても こんなちっちゃな杭に紐でちょっと繋がれてて、ね、大人の像だったらクッとこう引っ張ればさ、そんな杭なんかピョンって抜けちゃうものなのに、もう小さい時に洗脳されたことが、大人になってもずっと尾を引くっていう、これ有名なね、例え話があんのよ。ね、籠の中の鳥もそう、鳥籠の蓋をこう開けててもね、出ようとしないのよ。そういうふうにね、人間ってなっちゃう。 これが不幸のもと。だから、えっ、ー、と、バーンされてでも、とにかく大事なことは伝えなきゃいけないってい、なんかね、なんかね、燃えて切ったなんかものを持ってるから、<laughs> 一応これ、あの、動画に上げときます。だから、3がもし、えー、今日を、今日から、ゴールデンクアけ系に、バーンされてて、もしあの、あの、更新されてないと思ったら、もうバーンされてるっていうふうに思ってください。そうなった場合には、 えー、はしもチャンネル124どれかで上げるでそれは概要欄に、えー、貼っとくここだけ皆さんにお伝えしておきますありがとうございます